皆さんこんにちは。フルールフラットアートののりこグレースです。今回第50回ハロウィン手作りお菓子コンテストということで、強烈食品さんのコンテストに応募したところ優秀賞をいただくことができました。そうしましたらプレゼントにたくさんの商品を送っていただいたので、ちょっとご紹介したいと思います。こちらはドライフルーツです。クリスマスの時期にシュトーレンを作る時とかに使わせていただきます。こちらは抹茶パウダーです。私はよく練り切りの時に葉っぱの色とかに使う時に抹茶パウダーを使うのでとても助かります。抹茶は洋菓子にアレンジしても美味しいのでおすすめです。プルーンは食物繊維を多く含んでいて、年齢を重ねるといろいろなお悩みも増えてくるので、このプルーンのよく食べるのでとっても助かります。ありがとうございました。こちらは北海道産小麦のパンミックスということで、ホームベーカリーでも作ることができ、こう手ごねで作ることもできます。こちらは初めての商品なので使うのが楽しみです。私はこのクッキーミックス粉がお気に入りで、とってもお手軽にできるんですね。クッキーが無塩バター、食塩不使用のバターと卵黄を用意するだけでクッキーを簡単に作ることができるので、私はこの商品を参加者にもおすすめしてます。アイシングシュガーはこちらは、3色作ることができるので、お子様と一緒にクッキーの上に模様を描いたりするときにおすすめです。こちらはトッピングの時に使うアラザンとかシュガースプレーです。絞り出し袋のクッキーを作る時にシュガースプレーを振りかけました。アラザンはやっぱりピカッと光るのでクリスマスツリーのアレンジなんかする時にも便利です。あと今回はデコペンレッドをつけてくださいました。こちらは熱湯の中、カップの中にお湯を入れておいて柔らかくなるので、赤以外にいつも使うのはチョコレート、普通の茶色とか白とかもとても便利です。アーモンドプードルはいつものアイシングクッキーの時はあまり使わないんですけれども、アーモンドプードルを入れるとクッキーの味がとても良くなるので、別のクッキーを使う時にはよく入れます。シュガーパウダー、粉糖ですね。こちらはフルーツたっぷりのドライケーキなんかを作った時にその上に振りかけたりするのが好きです。あと冷凍パイシートでミルフィーユみたいなパイを作る時も上から振りかける時に便利です。いちごパウダーは色をなんか自然な感じ、優しいピンクにしたいとクリームに混ぜたりします。粉糖を使った例でアップしました。スポンジケーキミックスは今回初めていただいたので、こちらもちょっと試して作ってみたいと思います。素焼きミックスナッツもクッキーに混ぜたりケーキに混ぜたりとても助かります。こちらのドライイーストは多分使ったことがないかもしれないんですけど、ベーキングパウダーふくらし粉と一緒にケーキを作ったりパンを作ったりするときに使わせていただきます。今回はたくさんいただいて本当にありがとうございました。先日からアイシングクッキーの体験レッスンを開始したんですけれども、模様を描くときにいろんな色があるととても便利なので、こういうものはとても役に立ちます。使ったことのないこういう食品も使うのはとても楽しみです。強烈食品さんの商品はよくスーパーやデパートなどでも売っているので、ネットでも買うことができますので、また作るレポートを見て参考にさせてしていただけたら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。